はい、豚肉の切り落としで300グラム入ります。古いキャベツになってました。はい、玉ねぎを1かけ分はい、さらに醤油、そして今日は黒酢をたっぷり入れます。タレは黒酢が、はい、火をつけました。そして切ったキャベツを、はい、残ったキャベツを入れます。そして塩をふきます。 OK です。はい、あと10分です。はい、あと5分です。すごい湯気が出てます。火を止めました。はい、盛り付けです。
コーヒー牛乳で。完成です。